おはようございます。今高島屋のとこにおりますわ。大阪の難波駅っていうところですわね。もう近々ね、大阪の田久保ですけど、近々六麓荘と、なんてかな、大阪に5軒アパート借りること決まりましたわ。場所はね、新大阪ですね。十曹、梅田、難波、あと手塚山に1億のマンションと、だいたいそれと岸の里今住んでるとこね、5つ借りますわ。合計で5つ、6つぐらいになりますわ、多分。いろんなことでね。だから、皆さん、愛人結構です、100人。ほんで今日祭日の終わりですね。全然人いないですわ。ほんで高島あそこ並んでんですね。今時こうやって喋っとっても不思議じゃない世の中でね、面白い話でね。でね、一つね、勉強したんですけどね、西成行ったらね、要はね、灰色の服があるんですわ、灰色。上下ね。あれ、ふとチラシ見たらね、純駆動じゃなくて、なんだかな、青山じゃなくて、ユニクロですか。多分あれユニクロの一番安いやつだと思いますわ。それとかツムラとかね、庶民の味方ツムラと言ってましたわ、福祉の人が。だからそういうところで買うんじゃないですか。だからそれが当たり前になってるんでしょうね。生まれでね、わしあんな服着たことないしね、親父からね、今で言う500万ぐらいの車も買ってもらってるからね、5台ぐらい乗って35までね、自転車乗ったことないですわ、15ぐらいから。で2人乗りもないしね。だからその生まれって言うとひどいもんですね。あそこにも灰色の人おるし、あれはもう自分、そう、姉ちゃんも灰色だしね、灰色が多いですわ。それでね、大阪っていうとこはね、まあ参考にしてくださいね。 お金持ちはいないですわ。お金持ちは全部東京の麻布とかね、青山ね、でこの辺で言ったら神戸六麓荘に行きます。だから神戸六麓荘も借りますし、私知り合いが青山にいますんで、芦屋のお嬢様結婚しましたんでね、いろんな人知ってます。アラブの大富豪も知ってますし、私世界一の大富豪になりますわ、健康だしね。今日もうちがぼっちゃっと出ましたわ。で今日天気いいですわ。この高島屋60年前ですよ、これ。ちょっと消しますわ、一回ね、時間ない。